リーと聞いたときは本当にびっくりしましたし、ありがたいなっていうふうに思ったのが一番なんですけど、私のことを応援してくれてる子たちは私と同じように学生で同年代の子なので、そこの子たちに報告できるのが一番今楽しみで、私も早く自分の SNS で報告したいなと思ってます。制服で、きっちりした制服ですごいたくさんの方の前で歩いたんですけど、やっぱり私は緊張しないんですけど、なんかメディアの方がいっぱいいるって聞くとなんかドキドキはして、でもすごい楽しかったです。最後に歩かせていただけて嬉しかったです。私はもうすぐ一人暮らしをするので、なのでその一人暮らし術とか、あと家具を見たり、そういうことを最近よくしてます。私は小さい頃からいろいろな習い事を両親にさせてもらってきて、一つのものを続けたというよりかは、私が自由にやりたいっていうことを続けてきたので、特技っていうものがずば抜けてあるっていうものではないと思うんですけど、でも私が今一番胸を張って言えることは、ファンの方との距離感が一番近くて一番友達って思ってもらえてて、それがあるからこそ今年のインフルエンサー予想ランキングでも1位をいただけたので、それをもっともっともっと距離を近いけど私の幅がどんどん広がっていくように、そこは保ってやっていきたいなと思います。ファンとのなんか距離感とか人との距離感みたいなところが、まあ、あのアピールポイントみたいな感じ、はい、そうですね、私の性格的にもなんか上辺関係がすごく苦手なので、友達も本当に仲いい人しか友達じゃないって言えるぐらいなので、そういう距離感の保ち方っていうのは上手い方かもしれないです。そうですね、その私のファンネームが美友達っていうんですけど、本当にお友達みたいな距離感でずっと居続けたいなと思うので、離れないでずっと近くにいる友達のような存在でいたいなと思います。由来はファンマークがその緑の丸なので、それを当てはめて私の同年代の子たちがプリクラを撮ってくれたり写真を撮ってくれたりしてます。高校3年間でコロナの関係もあって、あまり高校生らしいことをたくさんできなかったので、その中で高校生の一つの思い出としてグランプリを目指して頑張りました。そうですね、私はもう高校を卒業しちゃうんでコスプレと言われてしまうかもしれないんですけど、コスプレと言われないようなぐらい制服がまだまだ似合うと言ってもらえるように、それこそ YouTube とか私の SNS でまだ似合うよっていうのを発信していきたいなと思います。難しいんですけど、ブレザーとセーラー服が混ざったような制服ですごい珍しい制服なんですよね。だからそれを私が初めて見た時も、何この制服って思って着崩しができないようにされてるんですよ。ここがパタッと折れて、ここを止めないとこの布がビラビラ出てる状態になるので、すごいなんか先生たちの考えた制服なんだなと思います。今実際に今着ていらっしゃる制服とどっちが可愛いですか？はい、断然こっちの方が可愛いです。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、私のやりたいことっていうのもありますし、いろいろ挑戦したいっていうこともありますけど、やっぱり一番支えてくれてるファンの方に一番分かりやすく活動の幅が広がって、ゆなちゃん頑張ってるねっていうふうに言っていただきたいので、意識しないでも私が目に入るようなそんな存在になりたいなと思います。そうですね、憧れてる方は小松菜奈さんで、小松菜奈さんはインスタとかやっぱり写真になるとすごい自分にしか持ってない個性を持たれてると思うんですけど、でも演技となるとすごいいろんな役をされてて、だから私の目標であるファンの子と友達でいたいっていうのは絶対に変わらず、それは私自身の個性なのでそこは変わらず、でも演技のお仕事もしてみたいですし、いろいろなお仕事をこれからやっていきたいなと思います。私は今学園ものが一番やりたくて、その年が近いっていうのもありますし、誰もが通る道かなとも思いますし、私のファンの子が見ていただけるってなったら、私が学生役をやってた方が共感を持ってもらえたり、たくさんの方に見ていただけるかなと思うので、学生役をやりたいです。
強い役をやりたいです。なんか弱くていじめっ子っていうよりかは反対のいじめる子とかの方が私はできる自信があります。そうですね、やっぱり主演のドラマをやりたい、大きいポスターになりたい、ブランドのモデルをやりたい、あとは私の近くにいてくれるファンの子が一番買うようなブランドのお店のモデルをやりたいとか、そういうのがありますけど、でもそれでも私は絶対に離れないっていうのを伝えたいなと思います。聞いた時はすごい嬉しかったんですけど、まだそんなに実感湧かなくて、でも撮影をしていったりトロフィーをいただいたりすることで実感湧いて嬉しく思います。ありがとうございます。やっぱり授賞式に立ちたかったっていうのが一番です。マイブームはカンドラを見ることや料理やお菓子作りがマイブームです。一番余ってることは料理です。ヤンニョムチキンが得意です。やっぱり今から高校生になるので、高校生らしく可愛く制服をやっぱ着こなして、いろいろな行事とかいろんなことを挑戦していきたいなって思います。夢に近づくためにもレッスンなどを頑張っていって、やっぱいつかはマルチに活躍できる人になることです。やっぱり大きなドラマや映画に出る、そして主演を演じるってことが一番大きな目標かなって思います。でもなんかいろんなことに挑戦したいので、悪い人役やめちゃいい人役とか幅広く演じたいなって思います。中でも一番やってみたいキャラクター、一番やってみたいキャラクターは、でも悪役とかちょっとやってみたいかなって思います。はい、目標にしてる方は山本舞香さんと池田エライザさんです。